ベガスに到着しました。シーザースパレスでございます。今回もロサンゼルスから片道470キロの道のりを車でやってきました。ここはシーザースパレスのパーキング場、荷物を持ってホテルのフロントまで歩いていきます。皆さんこんにちは、サコログのサッコです。1年半ぶりにやってきたここはラスベガス。前回のラスベガス特集ではベネチアに泊まりましたが、今回は王道のシーザースパレスでございます。さてセルフパーキングからフロントまでですが、なんと長い道のりなこと。ラスベガスはホテルがでかいから歩くのは普通なことなんだけど、普段歩かないロサンゼルス住民にはとってもきつい。バレーパーキングに止めればフロントも目の前なんだけど、なんとシーザースパレスのパーキングはお金を取るんです。いつから変わったんだ。私の知ってるラスベガスはパーキングは全てフリー、バレーパーキングもチップだけで基本全部フリーだったのにとブツブツ言っていますが、今回発見したのはセルフパーキング1日$20、バレーパーキングはなんと1日$50でした。おいおい、めっちゃブライト、眩しいね。なんだろうこの真ん中、誰か人が作ってんの。見て見て見て、マシンか。いらっしゃいませ。なんと機械がカップケーキみたいなの作ってました。やっと着いた。ここでチェックインを済ませて部屋までまた長い道のりを歩きます。右でしょうか左でしょうか。何のことかと言いますと、アメリカでは一般のお家の住所でもホテルの部屋番号も一定の決まりがあって、奇数番号と偶数番号で左右が分かれるんです。例えば左側の部屋番号が偶数番号の場合は、右側は全て奇数番号といった感じなので、20番の隣の部屋は22番、その隣は24番となるわけです。簡単でしょう。電気真っ暗。電気広いね。いいじゃない。お風呂も広いと思うよ、なかなか。そこ何？シャワールームがあって、靴のまま入ったら言われちゃった。うん、失礼。見てこのバス、バスの大きいこと。ジェットバスだよ。めっちゃ大きい。でっか。でっかいでしょ？そして2つあって。トイレが、うん、確かに。これテレビか。あまりにも薄くてなんか分かりにくかったわ。なんか騒いでるよ。前に出んのかな。前には出ないの。冷蔵庫、どこに冷蔵庫あんの。これどこに、これ冷蔵庫か。冷蔵庫のもの勝手に触るとチャージかかってしまうので要注意ですよ。シーザースパレス、この部屋で1泊約29,000円。おはようございます。ラスベガス1日目、あ、なんだ、2日目か。昨日到着したから1日目、次の日の朝の、なんとこれ朝ごはんだけど、ランチタイムだよね。お昼だから朝ごはんって言ったけど、朝ごはんじゃなくて昼ごはんでございました。ただいま1時になります。みんな寝ぼすけなんだよね。ほらめっちゃ可愛くお化粧できてるし。 It looks natural. ナチュラルメイク可愛いよ、めっちゃお似合い。髪もナチュラル。何チーズピッツァ。おいマックンチーズみたいなの作る。でも作るのが早い。食事の後はストリップを歩いていきます。ちゃんと右側通行してるね、みんなね。えらいな。右側通行してない。立ち止まっちゃいけないけど、その前に右側通行してるってのがすごいじゃん。ラスベガスに来たら気をつけることその1。今年の1月から新しいルールができました。それはラスベガスの中心部の歩道橋で立ち止まったり自撮りをしたり景色を眺めたりするのは一切禁止になったそうです。
この条例によると違反すると6ヶ月の懲役または1000ドルの罰金を課せられるんだって。みんな気をつけてね。歩いてやってきたのはシーザスパレスのお隣のホテルベラージオ。高級店ばかりが並んでいるここベラージュのショッピング通りです。ボッテガベネタ、プラダ、シャネル、ディオール、ハーリーウィンストン、アルマーニ、グッチ、ヴィトン、ティファニーなどなどがあります。ここはベラージュのフロントの天井、ベネチアングラスでできていて色とりどりの花が頭上に広がってとっても綺麗です。あったよ、あったあった、昔からあるよ。うん、来てることあるよ。ただ覚えてないんだと思う。ここが全部タラなの。毎回変わるんだよね。多分今回、おお、今回あれだね。なんか、うん、ヘアリーテールみたいだね。かわいい。めっちゃ綺麗。かわいいでしょ。フロントから奥に進むとボタニカルガーデンが広がっています。ここは季節によっていろいろな催しが飾られていて、今回はスプリングシーズンとあって、お題はティー&チューリップのフラワーアレンジメントがされています。催しは4回の期間に分かれて行われています。日にちを確認の上いらしてみてください。めっちゃ綺麗だね。写真撮ろうよ。どこがいい？何だと思う？もうあそこ見て、ティーポット見て、あそこめっちゃ可愛い。ティーポットの顔がついてる。なんかバラとめちゃくちゃ可愛くない？女の子がしてみる、上に見える月の中にで、これティーポットから水が流れてきた。おー、見える。うん、で、先になってる。インスターの感じだろうね。いいね。あっちは可愛い。可愛くない？めっちゃ可愛いと思う。タダで見れるから、ここ絶対来た方がいいと思う。今4月だから、イースターだけど、なんかその時のイベントによって旅と変わるから。モクモクしてる。モクモク。ベラージオホテルを出てアリアホテルの方へ向かって歩いていきますよ。この人さっきからうろうろしてる。この人、私たちと同じペースで歩ったり止まったりしている。気持ち悪い。人が多いラスベガスですが、皆さん後ろも前も気をつけて歩いていきましょう。ベラージオホテルからアリア方面に向かって歩いていきます。あ、ここ近くなってる。ほら、めっちゃ綺麗に入るんじゃない？ここ写真ストリップにやってまいりました。これはね、サウスに向かってラスベガスブルーバード歩いてる。鏡張りのビルディング、よく映るでしょ。ガラス張りだから。雨が降ってきた。アリア、アリアのリゾート&カジノ、サイモンセンター。私たちの目的地はもうちょっと先なんだけど、雨も降ってきたからショップアットクリスタルの中に入ってみます。ここは高級ブランド店がたくさん入っています。ルイ・ヴィトン、グッチ、プラーダ、エルメス、ティファニー、ディオール、カルティエ、ベルサーチ、フェンディ、ブルガリ、バンクリ、その他もろもろです。ブランド品を探しの人には天国のような場所になっています。やっついた M&M。 今日の目的地シーザスパレスから歩ってきたのは M&M。はい、M&M の4階です。なんかいるね、ここに。何がいるの？あー、微妙。 M&M 4階建ての M&M、 まずは上からご紹介していきます。 M&M の食べたい。下行かないと。$17.99、高くね。 2for30 だよ、これ。かわいいけどな。かわいい。この壁紙めっちゃかわいいんだけど。ジュリアの J9 ドル。かわいい。いくら？
$3.99。安くて軽くてお土産には最高。安いの。これは2.50。これ$9.99だって。色とりどり可愛いじゃん。こちら M&M チョコレートの量り売り売り場。自分の好きなチョコレートを袋に詰めていってパウンドでお金を払っていくシステムになっています。4分の1パウンドで$4.79、2分の1パウンドで$9.49。今すごいね、1パウンドで10、あそこで測るんだ。かわいいね袋。悩むねこれ、ミックスしたいもいいんだよ。何それ、ピーナッツ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。すげえ、ちょっといいんだよ、いいんだよ、いろんなの入れたらいいよ。キャラメルでかいんじゃない、キャラメル。あ、重い、重いでしょ。ちょっとだけにしとかないと重たいわ。4個しか入ってない。ブラウニーにクランチークッキーは、あ、ロボット入ったね。どれだか分かんなくなる。アーモンド、クラシックミックス、ミニだよ、ミニ。ミニいいじゃん。色付き。全部ピーナッツ。ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ。全部いいピーナッツだね。めっちゃでかい。ダメダメこれ。でかいのは重いからダメダメ。ダークピンク、ミルクチョコレート。全部ミルクだよ。もう一回測ってくれる？じゃあいくらになるか。何パウンド？約2分の1パウンド。さあいくらになるかな？いくらになるかね。リップグロス、え、かわいいね。これセブンが入りない？あのゴルフはいくら？かわいい。12ドルか。あ、これ何？リップ？いいじゃん。高い？ 9 ドル。でも M&M じゃないよね。違う。あ、1個でも売ってる？これ。かわいい。欲しいな。赤だよ、赤。いくら？$4.99。うわー、ボール1個で$4.99か。ほら。あ、あった。あるじゃん。名前入りカップ発見。カップ、かわいい。何飲むの？何でも。19? あるわけないじゃん。量り売りの M&M、トータル$9.49でした。コカコーラストアに来ました。めっちゃ可愛くない？何これ、何なの？ It's like a can, but it's like a store. いくら？いくらだろう。How much? $20。うわぁ、これ落としたらあれだよね、ベンドするよね、きっと。これは何？飲めるやつ？コークボトル。$9.95。入ってる？入ってるね。いやー、かわいい。ほら、ちょっとかわいいんじゃない？とうとう。で、コカ・コーラ、ほら。いくら？20ドル。20ね。バロベンチ。You put in your money in this one。これたまるよ。たまったらいくらになるかな。これもお金入れる。T シャツかわいい。$22.95。へえ。なんかかわいいな。いろんなコカ・コーラが書いてある。$69.95。おわ、なにここは。コカ・コーラの靴下。いや、いいね、すごい。これ見たことない。なんだろうか。スパイスって書いてあるよ。スパイス、どんなスパイスやん。どれ見たことないの。こっちモンスターだ。こっちね、見てこれ、マンガチック。違うか、スパイスってやつ知らないね。ほらほらほら、
これ写真撮りたい。これラスベガスのやつ。ラスベガスの広告看板で記念撮影いかがでしょうか。いくらすんだ。$14.95。スプライトのもかわいいな。あ、コカコーラのやつだ。コカコーラのリップスティック、かわいい。$9.95。これいいな。こちらはコカコーラのイヤホン。コカコーラ。$9.95。エアポッツケース。$9.95。あ、ゴルフボール発見。M&M より安いけど。いい、ね、飛ぶかな。かわいい。安くなって$19.99。こちらコカコーラの2階フードコートみたいなところがあるんだけど、ここでいろんな国のコカ・コーラ製品のテイスティングができるんです。ランダムに選んだ16種類のコカ・コーラで$16。2段重ねの色とりどりのコップ持ってきたから、最初どうしたのかと思ったわ。これちなみにこれ全部コーラ。うわー、誰が飲むんですかこれすごいね。頑張って飲もう。じゃあこれ何だろうな。アイスクリーム入ってるよ。このアイスクリームがドボンと入ってるオレンジクリーム、なんと$12。めっちゃすごい。何からトライする？全部コーラだよ、コーラ。どっちがトレーワン？これがトレーワンだって。こっちがトレーワン。全部コーラでしょ？これがトレーツ。それではテイスティングスタート。黄色から。どうしたの？え？どうしたの？ちょっと飲む前に言うこと？あの、風邪薬みたい。これ一番だからイタリアでございます。なんだろう、わからん。スプライトみたい。これフルーツアップル。ジャーマニーだって。ドイツ。透明なのにアップルって不思議。あー、これアップル。思いっきりアップルの味がする。フラッシュ。これジョージアラズベリーティーだってよ。色がもう、もうね、リアクションに困る。うーん、どうかな。4番スペイン。ストロベリー。いやー、これ大人の味。スペイン。何これ。ストロベリー。ストロベリー、どこ。パナマ。もうどう見てもさ、薬の味にしか思えない。美味しい。チェリーだな。チェリーコーラ。チェリーコーラ。 Give me the rest。 チェリーコーラ。はい、次こっち。これ何番。1番見せて。タンザニア。1番タンザニア。好きかも。3番。これ何て当たる？キューカンバー。キューカンバー、ルーマニア。ローメニア。キュウリって書いてあるんだけど、無色透明。
うん、キューカンバー、おや、おいしい、うん、キューカンバー。4番なんて書いてある、チリ、うん、おいしい、4番おいしい。5番、ジンバブエ、ジンバブエ、ブラックベリー。いやー、食レポ、いやー、ダメ。6番、これはあれ、これもジンバブエだよ、バーバーベリー。薬、薬。7番メキシコ、デルバレーメキシコ、メキシコだよ、メキシコ。 What if we mix it? おお、やばい。コリアンとジャパンはミキシコ、コリアンもジャパンもないよ。これ8番、インディア、ごめん、またまた、インディア、インディア、おいしいのこれ、サムズアップだって。うん、コーラじゃないこれ、一番コーラっぽい。Mixed it up. I did not like the smell. やばい。ミックスしたやつ、うわ、まずそう。各トレーに6個ずつ乗ってくるこのコカ・コーラ、インフォメーションの名前はこんな感じに書いてあります。味は全く期待できないコカ・コーラですが、面白いのでぜひ飲んでみてください。ラスベガスブルーバードを歩いて帰る途中でベラージオの噴水ショーに出会いました。30分間隔で夜中の12時までやっているので、ぜひ見てくださいね。もちろんただ見です。え、水が踊ってる、うん、水が踊ってる、そうそうそう。フォーラムにやってまいりましたよ。 CBD が売ってる。はい、やってきたのはザ・フォーラムショップ at シーザスです。このフォーラムショップはとっても広くて、シーザスパレスホテルリゾートとつながっていて、高級ショッピングモールです。どちらもローマをテーマにしていて、1992年にオープンしました。なんと店の数は160軒以上、高級ブランドショップのほか、アートギャラリーや有名なレストランなどがあります。それではザ・フォーラムショップをざっとご紹介していきたいと思います。ティファニー、空の色に注目、ちょっとずつ変わっていきますよ。ルイ・ヴィトン、ロレックス、ベルサーチ、フェラガモ、ロレックス、ルブタンがある、ジュリア、アルマーニ、エクスチェンジ、あれ、ここなんかあったよね、前。何だったかな、ゲスみたいな、ああいう、まあ、安い洋服屋さんだった気がする。アップルがあるよ、アップルが。はい、ラコステ、かわいいね。さあ、一番奥まで来たね。ピッカピカ、スワロスフキーのハンドメイド、めっちゃ高いんだけど。本物だよ。フォーラムショップの一番奥には大きなタンクが設置されています。歩き疲れてしばし休憩。フォーラムの一番奥に行くとチーズケーキファクトリーとナイキがあります。ここが最後。そしてここ一番奥のこの場所でフリーのアトランティスのショーが1時間に一遍行われています。一
と水とレーザー光線のアトランティスを舞台にしたショーになっています。アメリカ人です。イエイエイ、終わり。はい、今回はここまで。次回もまたラスベガスバージョンをアップします。お楽しみに。あ、青く近い。フォトジェニック。いいね、ジュリア。いい感じ。ストップ。待ってよ。いいよ。いい感じ。エッフェルトタワーの足元だね。いやー、天気良くなって良かった。青くなってるよ。